ロビー・クルーズこと、ロビー・トーマス・クルーズは、オーストラリア・クイーンズランド州ブリスベン出身のサッカー選手。A リーグメルボルン・ビクトリー所属。オーストラリア代表。ポジションはフォワード。ブリスベン・ロア FC2006 年に加入するも、06から7年シーズンの開幕前に怪我をしてしまい、初ゴールは07から8年シーズン、2007年10月5日の、 ウェリントン・フェニックス FC 戦となった。そしてそのシーズンは26試合に出場し4得点を挙げる活躍を見せた。しかし08から9年シーズンの開幕前に彼はクイーンズランドのナイトクラブで喧嘩騒ぎしてしまったため監督の怒りを買いクラブとの関係に亀裂が生じ出場機会が激減してしまった。そのため彼は移籍を決断した。 メルボルンビクトリー FC カタールのアルラーヤン SC に移籍したストライカーのダニー・アルソップの後釜として、クルーズはリーグ王者のメルボルンビクトリーに加入した。2009年9月13日、ベリーントン・フェニックス FC 戦で交代出場で初出場し、2009年11月28日にはセントラルコーストマリナーズ FC 戦にて移籍後初ゴールをマークし、 チームの4から0での勝利に貢献した。そして彼のここまでのキャリアでのハイライトとも言えるのが2010年1月16日のパースグローリー FC 戦である。彼はその試合の前半のみでハットトリックを達成したのだ。10から11年シーズンもクルーズは成長し続け、A リーグでもトップクラスのストライカーへとなっている。ホルトナ・デュッセルドルフ2011の2012シーズンからは ドイツブンデスリーが2部のホルトゥナデュッセルドルフに活躍の場を求めて移籍。同シーズンの結果、一部昇格を果たすが1年での二部降格となった。なお2012年末に加入した大前元則とも半年間チームメイトとしてプレーしている。バイエル・レバー空前・クーゼン2012-13シーズン終了後、一部リーグのバイエル・レバー・クーゼンからオファーを受け移籍が発表された。 VFB シュトゥットガルトバイエル・レバー空前では、負傷などにより2シーズンで21試合の出場に、とどまったことから、出場機会を求め2015から16シーズンの夏の移籍期間最終日となった2015年8月31日に、VFB シュトゥットガルトへ、シーズン終了まで1年間の期限付き移籍をした。VFB シュトゥットガルトのチームメートには、 オーストラリア代表のミチェール・ランゲラクがいる。レバークーゼン復帰しかしシュトゥットガルトでは厳しいポジション争いから3試合の出場に止まったことから2016年2月1日にシュトゥットガルトへの期限付き遺跡を打ち切りバイエル・レバークーゼンへ復帰した。両名広し運2017年1月22日中国長級リーグの両名広しにへ完全遺跡した。 2017年5月18日、アジア枠の廃止の影響もあり、出場機会を作れず、わずか4試合0得点3アシストで同クラブを退団した。VFL ボーフム2017年7月21日、ドイツ分でスリーが2部の VFL ボーフムへ完全移籍した。2010年12月28日、A リーグでの優れたプレーを認められ、クルーズは、 AFC アジアカップ2011へのホルガー・オジェック監督率いるオーストラリア代表のメンバーに選ばれた。そして2011年1月5日アジアカップに向けた親善試合の対 UAE 戦で代表デビューを飾った。本大会に入ると同25日アジアカップ本大会決勝トーナメント準決勝対ウズベキスタン戦で チーム6点目となる代表初得点を決めている。2014FIFA ワールドカップアジア4次予選のオマーン戦では背番号10を背負った。しかしながら 2014FIFA ワールドカップのメンバーから落選してしまった。国際 A マッチ58試合後得点。ありがとうございます。